マイデジ TV をご覧の皆さん、鈴木仁です。 MBS ドラマトック、毎週木曜放送中です。読まずに、もっとキャラクター付いたものだったりとか動きに特徴がありそうな役だとやっぱ見てやったりしようとは思うんですけど、結構リアルに寄せると監督もおっしゃってたので、そこは、イメージをつけすぎると逆にキャラクターっぽくなってしまう部分も多くあるので、あとキャラクターっていうか楓自身が結構自分と人間性も似ているなって感じる部分も多いので、そこはリアルにやろうかなっていうのは思ってですね。楓自身は結構なんだろうな、男友達とだから和葉といる時なんかは盛り上げ隊長ではないけど、やっぱり仲いいやつは結構キャキャしてて、でもその場では結構一歩引いた、ちょっと落ち着いた、でも盛り上がるみたいな人物だなと思ってて、でそうですね、やっぱり密に対する思いは一途で、なんか愛が大きいからこそちょっと前半ではいろいろねじれちゃう部分もありますけど、でもそういうものも含めてやっぱり三つへの愛の大きさはなんか読んでてわかるなというか、すごいでかいものなんだなっていうのは感じる人物ですね。まあそうじゃないですかね、やっぱり一人の女性をとか、そうやってまっすぐに思える心ってのはすごい素敵だと思うし、自分もそうだと信じたいですし、まあ、そうだと思ってるんで、やっぱりいいなと思いますね。まあ、本読みの段階で話をしていて、中学時代のそのすれ違いから起こる苛立ちっていうのは前半部分はずっと出ていて、でもその中に蜜と触れ合うことで、出会うことでなんか一瞬素に戻ってしまう、蜜だけに見せていた顔がやっぱり出てきてしまう部分はたくさんあって、それをどううまくはめ込んでいくかだったり、ここの会話はもっとリアルに近づけたいとか、あとでもそれだけでやっていくとやっぱり次への期待だったり今後の展開へするなんかセリフみたいなのが残んなくなっちゃうので、それをどんだけ部分部分で挟んでいけるか、なんかちょっとドラマらしいというかセリフ口調のとか、狙いを絞ったシーンを作っていけるかっていうのは、なんか監督と話し合いながらやった本読みもして、でさらに今後撮影をしながらもっと深めていければなと思ってます。そうですね、結構フランクにお話しできる方だなって思ってるので、そういう面では初日からすごいお話はできたし、コミュニケーションは取れてるので、なんかやっぱり恋愛対象の役なので、すごい気まずいまま撮影するのも嫌なので、そこはうまく関係は作れてきてるのかなと思ってるので、今後楽しみですね。そうですね、このドラマではミツの妄想シーンが結構あるので、その時にどんだけ自分も楽しめるかだなと思ってるので、その妄想シーンで出てくる楓をするのがどんだけ楽しんでいろんな楓を見せられるか だなと思ってるので、自分自身もそこは楽しみでありつつ、ちょっと怖さもありますけど、でも楽しみながらやってるので、普段の楓じゃない部分もたくさん見れると思うので、見てる人にもそこは楽しんでもらえたらなと思いますね。楓として考えると、妄想してるのあんまり知らないから、ちょっとわからない部分はあるんですけど、自分目線でいくと、でも、想像してその世界で楽しめるぐらいユーモアのある
女性なんだなって思って、俺は楽しい人だなって感じますね。自分自身がちょっと漫画、本当は漫画が大好きな人なんで、どうしても漫画のキャラクターとかを頭の中でずっと動かしてる人なので、妄想というかちょっと想像には近いんですけど、そういうのは大好きなので、なんか理解できますね。いやー、なしとは思わないですね。ありだとは思います。見どころはそうですね、中学時代のすれ違いからこうやって大学生になって、まあちょっと状況としてはレアな形にはなってしまうんですけども、隣に住んできてまた新しく出会って、2人の関係が中学時代とどう変わっていくのか、やっぱり大学生となると少し学生恋愛とは違った大人な恋愛の仕方もどんどんしていくなと思ってるので、そういう部分がなんて言うんでしょうね、2人の関係がどう変化していくのか、どう変わって2人がどう成長していくのかっていうのはこのドラマの見どころだと思うので、そこを楽しみにしていただけたらと思います。